皆さんこんにちは、かえでです。そして小上プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は浜野ゴルフクラブに来ております。前回ですね、コメントのに対して代表で教えてもらったんですけど、はい、本日はアイアンですね、はい、コメントからですかね。そうですね、私も結構2年ぐらい前のボールの赤道を打ってくださいよっていう話を、していただいてたんですけれど、それを、まあ、やってる視聴者の方もいらっしゃって、で僕も実際それをやってたんですけど、こうやって溜めて、はい、ギリギリのところでボールの真ん中ぐらいを打つからスピンもかかるし、この溝が よく使えて、はい、どうしてもやっぱりハーフトップというか、薄い当たりになってしまうんですね、全てが、はい、なんで小上ホップロみたいにこう厚く当てたい、けどどうしてもで、ね、そうです。でちょっとダウンブローに行きたい。そうですってことですよね。そうです。1号さんの時に見てもらうと分かるんですけど、はい、やっぱその手の位置とかでやっぱ変わってくるんですよね、はい、やっぱ手のこのイメージを持たれてる人っていうのは、はい、多分トップしますかシャンクします。だそこをまず理解してほしくて、はい、それをやってもらった上で、はい、薄ければもう一回やってみましょうか。わ、はい、かりました、うん、はいはい、だからインパクトの位置が違う場合があるんですね。位置、さっきの自分のポイントが、はい、うん、違う場合があるから、はい、見てもらって、はい、まずそれでやりましょう。わかりました、よろしくお願いします。これですね、ちょっとカチッっていう音ですね。あ、まさに今なんか自分の中ではないショットの感覚じゃないんですよね、うんうん、でもボールはちゃんと上がってるんですけど、うんうん、距離があんまり飛んでないみたいな。飛んでない、まあ、薄めなんですね、当たりがね、うんうん、左に流れすぎちゃうんですよ。あ、だからもう薄めです。手がやっぱ手が遅いんですよね。あ、でもこのイメージじゃないです、はい、すごい遅れてくるから、遅れてくるからいいんですけども、はい、左に流すんですよ。体がこのまんま、はい、だから遅れてくるのはすごいいいんですけど、はい、やっぱりも戻ってないうちに当たるからちょっと薄めなんですよ。ここが耐えれてないってことなんですか。そうです、そうです。でやっぱここはしっかり止めた方がいいです。で流しながら持っていくから、なるほど、一生懸命こう、そうそうそう、インパクトまでぐらいはやっぱ流しちゃダメですね。なるほど、はい、全然入り方ってやっぱ変わる。全然変わります。じゃもうちょっと意識して、じゃアドレスちょっと狭くして、あ、はい、そう、その中で打ってみてください。あ、これで左に流さないように、もうちょっと短く、はい、もう本当にこのぐらいの感覚で打つ感じ、はい、こうやって打つ感じ。ああ、そう、あ、その感じでちょっと打ってみてください。わかりました。そしたら多分熱くなると思う、あたり、あ、もっとちっちゃく、うん、それで、で頑張って体使って、それ耐えないとダメだから、はい、結構耐えないと、うん、素振りでも結構辛かったです。はい、はい、そうすると絶対当たり変わるから。だから流れてるだけなんですよ。そう、初めての音出ました。違うでしょ、はい、はい、そうすると絶対当たり、はい、そうすると絶対当たり、だそれもうなんか、どっちかっていうと外外で打ってるんですよ。だから遅れることもすごいいいし、スイング自体めちゃくちゃいいんですけど、はい、もうそれだけで多分薄いだけですね。今めちゃめちゃ良い音しました、はい、初めての音。全然変わると思いますよ。今のめちゃめちゃ当たりも厚い、はい、びっくりした。もう本当、もうちょい狭く、はいはい、惜しい。こんなちっちゃくしてんのにもうこっちに流れようとするから、本当にここだけで振るんですよね、はい、あ、でも今のも気持ちよかったです、はい、それはもうヘッドも遅れてくるし、はい、それでインパクトも厚く当たるんで、厚く当たる、その代わりに流れちゃダメですよ、流れないようにします、うん、でもこの赤道を打ってくださいっていうのが流れちゃってたら、それはトップになるよね。もうトップにもなるし、はい、もうでもダフルよりいいよ、ダフルよりいいよ。だもっと意識すると、はい、もうこういう感じ、はい、いいですよ、振って、はい、いいですよ、はい、そうそうそう、こっち、このぐらいで来ないと、このぐらいで来ると、はい、手も遅れてくるし、多分インパクトゾーンも長い。あ、もう一回やります、はい、そう、もうここはずっとこんぐらいでいかないと。これは結構、あ、そうそう、そういう感じで、でもインパクト耐えてるから、はいはい、本当にこういう感じ、あ、だ僕はもう本当にやっぱりこう行こうとしてる行ってますね、左に、うん、はい、いいと思います、いいと思います。今のは本当に
あ、気持ちよかったです、うん、だから多分今のってここが使えてるんですよ、はい、今のしっかりこう自分の中では外には行ってないんですよ。そうですね、そうなんですよ、ここでこうひねってるというか、そうなんですよ。だこれってまた男の人と女の人でも違ってきて、はいはい、男の人の方がどっちかっていうとうちって使いにくいんですよね。あの骨盤の形も違う作り方としてけど、やっぱ、はい、やっぱ耐えるべき、耐えるべき。なるほど。お手本でも私はね結構流すからね、もう、当時はちゃんとやってたけど。ああ。やっぱ、まあ、でも左の腰を今ずっと見てたんですけど、はい、やっぱこうきっちりこうギュッというか、うん、後ろに回ってるというか、そうですね、はい、そうですね。で左足でスイング自体は変わんないんで、そう、左足の上でこうクッと回ってる感じがしましたね。そうですね、だから私はやっぱ大きい筋肉を使っていくので、はい、まあ、あんまぶれないですよね。なんか思いっきり振ってる感じはしないのに、重い球がボーンって飛んでいくような、まあそれはもうすごいイメージとしてはヘッドがこういってんのに球がこう遅れて出ていくっていうイメージを持ってもらいたい。極端に言うともう右耳ぐらいから出ていくぐらいのなんかイメージは持っといてほしい。こうだからこう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 もうこうやって出ていくイメージがあるといいですよね。球を押せてるとか、僕らはやっぱり追っかけちゃってるってことですね。そう、そういう表現になりますよね。だからスタンスを狭くしたらすごくそれがイメージできる、できるでしょ、はい、だってここを使わないといけないから。そう思うとあのまああれなんですけど、旦那さんの小平プロ、うん、もうアイアンってめちゃめちゃっていうかドライバーも狭いですよね、プロ。でも彼はハンドアップで構えるし、はい、また私とはスイング違うし、また私ドローで彼はフェードなんで、はいはいはい、また全然違うんですよね、それは。あ、なるほど。でもめちゃめちゃ手元低いし、はい、あの人はだってこのぐらいからインパクトってちょっと下がってくるから、はいはい、だから彼は手が出てっても大丈夫なんですよ。インパクト多分こんな感じですよ、はいはいはい、だ手も出てってるけど、あの前傾もやっぱちょっとやっぱり真似はできないかもしれない。くて、あのそこからのフェードなんで、はいはい、そう、だからまたスイングのパターンが全く違うので、また違うんですね、はい、それに楓ちゃんくらいのレベルで今みたいにちょっと狭く打ってみるっていうのはまたちょっと段階は違うんですか、いや力がね多分足りないと思うんだよね。一回やってみる。私も内側の筋肉使った方がいいって。いいよ、絶対使ってるから、うん、足こんぐらいでやってみ、こうやって振ってみ、もう全然耐えれてないから、はい、だからこれもすごいいい練習になるよ。あの軸をぶらさないっていう意味ではすごいいい練習になるよ、はい、そうそう、だもう触れないんだよね、はい、多分この時点で、はい、もう降りても多分来ないから力不足ですか。力がなさすぎる。うん、だからこの練習いいと思うよ。まずはこれで力もつくから、うん、触れるようになるところからですか、うんうん、視聴者の人の方のトップしか出ないんですけどって人は、うん、また多分体が流れてる。だからどっちか、あの本当にこうやっていってるか、この左の軸がないのかっていう、これもう何回も言ってるけど多分どっちかです、うん、やっぱりもう体が回ってたら手が返ってきてない人っていうのは結構多いですね、うん、あとこの左に流れるっていうのも結構やっぱ多い。まあそのちょっとの誤差は人それぞれあるとしても、多分この2つ結構多いと思うんですよね。ありがとうございます、うん、レッスンありがとうございました。ありがとうございました。すごかったです。足閉じただけであんなに音が最高でした、ね、あんな音が僕のアイアンで出るなんていうのは本当に
初めてというか、はい、初めてに近い体験でした。本当にありがとうございました。なかなか軸っていう意識を自分では持ってたつもりだったんですけど、うんうん、それが偽物だったっていうか、うんうん、軸じゃなかったっていうのが今気づいたな。使い方ですよね、はい、でもうこれ皆さんそうなんですけど、はい、やっぱこう厚く当てたいとかインパクトを長くしたいとかっていう人って、うん、絶対手で調節しようとするんですよ。手でやっても絶対ならないこうでシャドウでこうやっちゃいますよね。体の使い方なんですよ。その感覚だけは変えてもらわない、はい、パターだってもう短いのプレッシャーかかればかかるほど手使うじゃないですか、はい、だから引っ掛けたりとか、はい、プッシュしたり、そうで、それはもうショットもそう、本当に大きい筋肉ほど鈍感なんで、はい、邪魔しないんで、特に利き手っていうのは絶対邪魔するんですよね、はい、利き手はやっぱり器用なんですよ。だから不器用なものほど使わないと。だから大きい筋肉をやっぱり使ってスイングしてほしいから、もうそれすらそれだけ覚えればいいんです。はい、はい、今回お悩みに答えていただいたんですけれども、はい、この動画を見てもまだちょっとわからないよっていう方はまたコメントお待ちしております。もう来てもらえばいいじゃんやればみんなわかるから。これはでもね、言葉がねやっぱ、はい、なかなかね伝わらない、伝わりづらいんですよね。はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに、はい、動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てねー。